なんだモンスター、質問か？掛け算の暗算マスターしたい。じゃあみんなでこれ見よう。今回は計算テクニック掛ける5の暗算です。それではカズ先生、よろしくお願いします。はい、 OK です。今日は掛ける5の暗算をやっていきます。5は 10÷2 に置き換えることができます。なので掛ける5を掛ける 10÷2 に置き換えることができます。なので掛ける相手に0をつけて半分にするというプロセスでも答えを出すことができます。比較的簡単なところから 12×5 の計算をやっていきます。12に0をつけて120、120を半分にして60、60が答えになります。次に 24×5 の計算です。24に0をつけて240、240を半分にして120、120が答えになります。次に 96×5 の計算です。96に0をつけて960、960を半分にして480、480が答えになります。次に5かける相手が2で割り切れない奇数の時ですが、例えば140÷2は70になります。150÷2はどのように考えたら良いでしょうか。150÷2は150を140プラス10と考え、140プラス10÷2と考えます。すると140÷2と比べると10÷2、つまり5個分大きくなります。なので奇数に5をかけるときは10小さい偶数を半分にして5を足すと答えが出てきます。例えば470÷2は奇数7のところを1つ小さい6に変えると2で割った数字は230と出てきます。そこに5を足した値が470÷2の答え235になります。 47×5 の計算です。47に0をつけて470にします。さらに10小さい値の460にします。それを半分にして230とします。で、その230に5を加えると235になり、それが 47×5 の答えになります。はい、最後に2問暗算で答えてみましょう。制限時間は5秒です。第1問、68×5 です。はい、正解は340です。第2問、89×5 は？正解は445でした。どうでしたか？暗算で答えは出せましたか？はい、今回の私の ×5 の暗算の講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなど、リクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。おい、何やってんだよ。変身。ひー。